い前へ。頑張れポムポムであります。今日のサバイバル術はアメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズ式、手足をダクトテープで縛られた時のテープを破る方法。誘拐とか犯人に囚われてしまった時に、犯人が一番最初に使う拘束器具がダクトテープとかガムテープが多いと言われています。ダクトテープかタイラップか、まあいろいろ拘束器具はいろいろあると思うんですけど、今回はダクトテープ、ガムテープ、粘着テープ系の縛られた時の破り方をやってみたいと思います。ダクトテープ、まあ粘着テープの一種なんですけど、一般的にはガムテープの方が身近にあるものだと思うので、今日はガムテープで縛りました。第1段階の拘束具がテープ。第2段階、例えば移動して監禁場所に連れて行かれて、そこで拘束される場合はもっと硬い手錠とか、ちゃんとしたほどけない結び方でロープで結ばれるとか、そうなると限りなく逃げ出すのが不可能になってしまうので、この第一段階の時になんとか破って逃げ出したいということで、ネイビーシールズの方が書いたサバイバルマニュアルに載っているやり方をやりたいと思います。まず足を V 字にします。一気にしゃがんでお尻をかかとにつけるという方法です。ポイントは一気にやること。ダンチャーク今、 あれちょっと今のは屈伸運動です。準備運動です。ダンチャーク今、あれ、あ、ほら見た、後ろが破れた。ダンチャーク剥がすイメージだな。こう剥がすイメージ、こうなんかこう剥がすイメージで勢いと一緒に破ります。ダンチャーク今、あれ、ダンチャーク今、あれ、破れるかわかんないね。筋肉の力っていうよりかは勢いですね。ビャッ、大事なのは突発的な一瞬の動作。今回30ぐらいにガムテープを巻いてみたんですけど、割とぐるぐる巻きに巻いてもこの方法だと破れる可能性はあるらしいです。躊躇してシワシワのぐちゃぐちゃになってしまうとガムテープ硬くなってほどけにくくなるので、一気にダンチャーク今かかとが痛い今これやっぱシワシワになっちゃうと硬くて固まっちゃってる。今ぐちゃぐちゃだとダメだね。ギュッて巻いてくれてたらさっきの方法で破れるんですけど、こんぐらいこうゆるゆるになってたらもうさっきの方法すごいやりにくいので、もうこうなったら脱いじゃえばいい。靴どうにかしたら多分いける。ほら走る
ープの材質によっても破れやすさがあって、今回はこんな布テープのものをやったんですけど、こういうのとかダクトテープは比較的破れやすい。ポリプロピレン製の配送用のテープとかだと硬くてなかなか難しいという材質によっても違うので、全てにおいてできるわけじゃないんですけど、やってみる価値はあるかなと思います。足がほどけたらこのまま逃げれるのでなんとかなるかと思いますが、手もほどけた方がいいので、手のほどき方はまた近々動画でご紹介したいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとく、大型ジャンプ。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。